今日はシャープペンシルを買ってきたので開封していこうと思います。今回買ったのは北海道の旭川市にあるクラフトリンクルさんのカラムシャープペンシルのウォールナットでございます。持ってみての感想なんですけれども、非常に軽いです。重さが 9g となっていまして、自分が持っているシャープペンの中で一番軽いんじゃないかなと思います。軸だけでなくクリップや芯を出すスライドレバー、それから口金まで木が使われたシャープペンシルとなっています。木が好きな自分にはたまらないペンですね。ここにあるノックレバーを押すことで芯を出すことができます。こちら可動式クリップとなっていまして、個人的にかなり嬉しいポイントですね。ここにある小さい棒を取り外すことによってスライドレバーを取り外して芯を補充することができます。シャープペンシルのキャップという概念を大きく覆した独創的なシャープペンシルとなっています。軸にはウォールナット、軸以外には黒炭という木が使われています。軸は全部で6種類から選ぶことができて、お好みの木を選ぶことができます。流線形のボディをしていて非常に手に馴染んで持ちやすいです。普通なら口金には金属を使うんですけれども、こちらは木を使うことによって非常に軽くて、第一印象としてはとても描きやすい最高のシャープペンシルだなと感じました。実際に持ってみると想像のかなり上を行くシャープペンシルでした。これから使っていって使い心地だったり木の色の変化とかも紹介していこうと思います。